いただきます。でも麺と食べたらそんなにとろっとした感じとかなくて、スープだけ飲んだらちょっとなんかとろっとした感じがある。関西、はい、やってきました。こんばんは、かなです。今日は、ボッケーラーメンにやってきました。ボッケーは岡山ですごいとかすげえとかやっぱやべえとかっていうので、ボッケーっていうのを岡山弁で使います。はい、で、まあ、やばいラーメンということですよ、多分。言ってみれば何がやばいかちょっとわかんないんですけど、ちょっとまあぜひやってみたいと思います。はい、結構県外からも来てる人多いし、まあ、岡山の人にも、まあ、来るっていう人多いから人気なんですね。さっきのここもボッケーって書いてますね。味しとるな。結構韓国好きだけどさ、キムチってさ、お店のまあ結構よって全然合っちゃうやん。このキムチはあんま塩っぽくなくて、あの酸っぽい感じがない。ちゃんと辛いのがいい。いや、ほんまにええ感じ。多分めちゃめちゃええ感じ。おいしいです。これキムチってこれなんか自分でつけてみるんですか？はい、ボッケーラーメン。え、関西？大丈夫ですよ、基礎を学んだのが関西。はいはいはい。あ、そうなんだ。このキムチなんか酸っぱい感じがなくてめっちゃ美味しいですね。ここなんかやっぱりなんか店主のファンで来るっていう人よく聞くから。はい、ありがとうございます。関西で学んだんだって。では、いただきます。自家製のなんか麺って感じがする。で、なんか麺の味が結構へっぱりするんですよ。麺って感じ。で、うち細麺結構好きじゃけんさ、まあこれもなんかめちゃめちゃ細くはないんだけど、コシが結構ある感じ。なんか汁でごまかしてない感じ。汁も汁で美味しいけど、スープだけ飲む。
らしいんだけど、さっき飲んだちょっとなんかトロッとした感じがある。でも美味しい、すごい。何なんだろう、醤油？チャーシュー。リビングテンション、チャーシューが脂身じゃなくて食べやすい。脂身あるやつ、あんま食べにくい、なんかあれなんですか、これすごい美味しい、肉って感じだ。これ、このラーメンって何ベースなんですか？豚骨？これ豚骨ベースなんですか？鶏ガラ？なんか、結構スープはとろっとしてるけど、豚骨、鶏ガラだから食べやすいですね、すごい。ラーメンのネーミングはどっからなのかな。あ、そうですよね。あ、響きがね。あ、なるほど。響きがいいからボッケラーメンにしたということですね。まあでも富山を愛して、まあ、そういう風に思ってるからこそ。関西で修行してもボッケっていう名前をこうつけてくださったんじゃないかなと思うんですけど、いただきます。おいしい、サク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 というかいい焼き加減で、キラがいい味しとるね。いや、もう大きさが一個一個結構ちっちゃいけん食べやすい。うん、ありがとうございます。ごちそうさまでした。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうも失礼します。いや、最高でしたね。じゃあ、テーマで振ってもらえて。どうもありがとうございました。待ってよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、やっぱりもうここが有名っていうのはもう動画を見ただけで分かるかなと、伝わるかなと思います。ちゃんと最後までお見送りしてくれるし、写真もね撮ってくれるし、もうなんかその頑張りますっていうこの熱いラーメンとお店に対する気持ちが、まあまあまあボッケー伝わるかなと思います。本当にカナペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。